トイレの話なんですけどね。トペペペ。オートディスペンサー。しよるんですよ。他人が見たらお前がいたらずらしとるやないかい。よろしくお願いします。しぶといよ私。出てきたぞこれ。男子トイレ最悪外でもいいじゃん。マジでっていうかそのくだらないっていうことがもう反社の男編。ネットを見てますとね、反社の男が映り込んでメルカリのね来てました。反社やろ。反社やな。握り締め仁王立ちになって違法アップロードしてるやつ。長渕剛の裸のおっさん。安倍先生です。関西弁抜けてます？抜けてるつもりですけど。抜けてないやんか。新しいこと始めたとか。そうなんです。まあ古い CD コンポが、ね、ティーチャー大和さんち、はい、顎で、はい、コンポ捨てる。全然わからん。飛行機にこの間国内線ですあんねんけど。早塚です。バロンがいて、うん、何匹、まあ、何匹じゃん言うて持ってるから。大きな夢があるんですよね。そうなんですよ。川沿いでのが夢なんですよ。まあ旅するシンガーソングライターハウステンボス鳩場があって朝食食べるんですよ。わ幸せいっぱいになりますようにって書いてある。ワンピースサウザンドサニー号てれてて。シーサイドライナー長崎というとやっぱり路面電車ですよ。な出島でしょ、うん、と思って行ったら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 行きまして、鍋冠山からすごい綺麗、稲佐山の軍艦島も、ちゃんぽんの元祖超有名店、最高に良くてね、